タンゲサゼン、タンゲサゼン、タンゲサゼンは、林不妨の新聞連載小説、これを原作とする映画の題名、及びその作品内の主人公である、架空の剣士。1927年、昭和2年から、新聞連載小説、審判大岡聖団、鈴川玄十郎の巻の登場人物であった、赤眼石種のニヒルな造形のサゼンが人気となり、各社による、 映画化作品もヒットして、大衆文学、時代劇の代表的なヒーローとなった。林不妨の小説で、丹下左前が登場したのは、1927年に、東京日々、新聞、大阪毎日新聞勇敢で、10月15日から翌年5月31日に、新興団と銘打って連載された、新幡大岡聖団、鈴川玄十郎の巻きった。当初作者は、 大岡越前者の連作長編を意図して書き始め、欧州中村六万国相馬大善助の刀剣収集癖のために、夜泣きの刀の異名を持つ、関の孫六の名刀、唐雲丸、羊猿達丸という大小一体の刀を手に入れるために密命により、江戸に潜入する家臣が、丹下左前であり、大岡越前のほか、この争奪戦に加わった旗本、鈴川玄十郎、 微建氏、諏訪江三郎、海健号、ガムや試験などと共に一登場人物に過ぎなかった。しかし二等の持ち主である、新編無双流、小野塚鉄斎道場への乱入をはじめとして、次々と殺戮を繰り返す二昼で、個性的な人物像、右目と右腕のない異様な姿の侍という、設定と小田富也の描いた差し絵の魅力によって人気は急上昇した。 黒絵里の白の着流しというスタイルは織田が草案し、不毛もこれを小説に取り入れた。原型となる、大岡星団の鈴川玄十郎者は、多くの講談本でも扱われている題材で、村井定吉の講談、大岡星団では、赤岩石種の壁民五郎と、旗本、鈴川玄十郎の二人が組んで悪行を、働くというものだったが、不毛の、 審判王岡星団では全く別のストーリーになっている。この人気にあやかろうと、2月には、歌舞伎、何技、新生劇、角座で上演され、続いて、映画会社3社が競って、これを映画化した。主人公を演じた俳優はダント、団徳マロ、東亜キネマ、嵐勘十郎、当時は嵐調査風呂、嵐長三郎、牧野プロダクション、大河内伝次郎、日活だった。 それぞれ独自の魅力を発揮してヒットした。新聞連載中に映画制作は始まり、作者不法は原稿を書きながら、ヨーロッパ歴法に旅立っていたため、作品の結末が決まっていないままに映画は作られ、大河内、唐沢博光カメラとのトリオで撮影した、伊藤大介監督は、裏切られたと知った左膳が、主君の行列に切り込み、おめでたいぞよ丹下左膳というセリフとともに、 自陣するという結末として、悲劇の主人構造を作り上げた。伊藤と大河内は、十字旅日記からのコンビで、独特のアクションと撮影方法の盾と、大河内のグロデスクとも言える、憤怒の行走で、共作の中では最も人気を得て、とにかく何と言っても面白いんだからやりきれない。伊藤大輔って男は、全く大した野郎が、岩崎明と評され、悲ね春三位となる。 また帝国記念までは、大岡聖壇、鈴川玄十郎の巻三部作を、日置民五郎役に、松、本田三郎を配して映画化している。ニヒルな剣閣像は、中里海山、大菩薩峠の机龍之介以来の系譜であり、同じ1927年には、おさらに二郎、赤穂郎氏の堀田隼人、端聖寺、砂江地幕の森を重四郎といったニヒリスト剣閣が、生みだれていた。 中里海山が大逆事件の影響を受けたように、この当時も、芥川龍之介の自殺や、金融恐慌、三島出兵といった社会の閉塞状況がこれらの登場を生んだともいえ、社会の不合理の破壊しようとする、これら剣士を大衆が支持したものと見られている。この小説は、三田村園魚の大衆文芸評判記でも取り扱われており、教皇の頃の江戸の各土地柄や、 金銭感覚、言葉遣いなどがやり玉に挙げられている。一方でこの作品の語り口の中のモダニズム、ナンセンス性、女物の,の長襦袢を着込んでいるという異性層の盗作性ナイロティズム、グロテスクといった昭和モダニズムの織り込まれた時代小説であるという評価もされている。不毛はこのシリーズを新興団と銘打ったことについて少数読者に向かって上昇しつつある。 大衆文芸を出発線へまで引き戻そうと、試みたのが、この、丹下左前である。その意図のもとに、新行団なる肩書きを加えてみたのだと述べている。原作者の林不母は、映画の成功により、続編を発表することに決めた。今度は、タイトルも、丹下左前として、丹下左前が主人公であることを明確にした。当初この作品は、 毎日新聞2933年、昭和8年6月7日から11月5日まで連載された。途中で、木戸事件という毎日新聞社の専務取締役会選をめぐる社内構想により中断し、木戸元助退職と共に不妨は、毎日新聞の客員として結んでいた新聞小説の専属契約を返上し、続きを 読売新聞で1934年1月29日から9月19日に連載した。これは、ヤギウ家に伝わる、コケザルの壺とそこに隠された、埋蔵金の争奪戦を描いた物語であり、ガモウヤスシ県、日光島将軍の修理を命じられたヤギウ家や、サゼンと友情で結ばれる、ヤギウ玄三郎らの戦いが繰り広げられる。タンサゼンのキャラクターも、前作のな感じから、 正義の味方的要素を増した描き方をされている。前作に続き、前年に日活を退社していた伊藤大輔が、大河内の圧戦で日活に復帰した後の第二作として、大河内伝次郎で映画化し、日活及び伊藤監督の陶器第一作となった。木根春独位。この、剣劇編は、当時の洋画館であった日比谷劇場でも封切られ、四収族へのヒットとなった。 1930年に、不毛が文芸クラブに連載した、俗王家政団、魔像は、丹下左前者ではなく、美建士、神尾京之助の復讐団だが、これも、連載と、並行して、日活、伊藤監督、大河内が、神尾、大岡越前、宇原左近の三役で映画化されている。また、不毛と信仰のあった、北一期も、丹下左前の映画は欠かさず見ていたという。 1935年の映画、山中貞夫監督の百万両の壺は、ホームドラマ風の作品で、不暴が死者を見た後で、この作品は、私の作り出した丹下左前とは全く違う。別物だと日活に猛抗議し、このため題名が丹下左前弱となり、原作者もクレジットされないものとなった。1938年に、川口松太郎が、 不暴未亡人の許可を得て、左前が赤眼石主となった過程を、新編、丹下左前として、読売新聞に連載し、1939年に、東宝でこれも、大河内伝次郎主演で映画化もされた。ただしこれは、舞台が幕末であり、左前の設定も異なったものになっている。百六十三年小畜の丹波哲郎による、丹下左前は、主演の丹波が、 さわ一本では、迫力ある立ち回りができないと主張したため、左前は、左目左手を失った設定になった。1950年には、神戸達郎による、女丹下左前が書かれ、これも映画化がされている。エピゴーネンとして、和田君次主演の、丹下美義前、とは、1930年、田村国夫主演の、聖は丹歌名は、茶前、新興キネマ、 1939年、さらに二人の丹下左前が対決するという、竜子創建し前哨キネマ、1939年、大河内竜、小形章二郎主演もある。1992年に、中字旅日記のフィルムが発見されたことに触発され、審判大岡越前のフィルム発掘の機会を生むべく、小倉治が、審判、丹下左前第一編。 雲霧ザエ衛門の巻を執筆した。丹下左前を演じた役者と聞くと、大河内伝次郎と答える。著名人は多く、大河内の鉛の効いたセリフと演技が、同時大臣にとっては格別の評価を得ている。山川総司は、丹下左前は、大河内伝次郎にとどめを刺す。あの個性の強烈さは他に例がない。私が、本当に、時代劇に熱中したのは、同じ大河内の、 中字飛び日記と、丹下左前シリーズの大河であった、やがて陶器時代に入り、あの、およよ、シェイは丹下、名は、左前。という太い、老老たる伝ローブ節を聞いてびっくりしたが、なお好きになったと語っている。池波翔太郎も、大河内の左前のファンで、今の俳優で、大河内に匹敵するような人はいないと語り、菊村いたるは、一番好きなチャンバラ映画は、百万両の、 ツボとしている。南博氏は、その、独特のセリフの癖がもたらす、心地よい苛立たしさと、それに対して鮮やかなコントラストをなす、明快極まる、チャンバラシーンを挙げ、やはり伝次郎の左膳が、どんな立ち回りのシーンよりも、あの、聖は単下、名は、左膳とセリフを言っているシーンが、いつまでも強烈な印象を残すと述べている。子供の頃、チャンバラ映画に熱中したという柳や。 子さんは、何たって、大河内の左前とこれを押し、自分も、大河内の左前に憧れて役者になりたい、大河内の弟子になろうかとまで考えたが、鏡を見てやめてしまったと当時を振り返っている。牧野正宏監督による1953年からの、丹下左前シリーズは、左前と、大河内前のに役を、大河内伝次郎が演じており、また大友隆太郎の丹下左前は明瞭な、 浪人として描かれているが、ガモウヤスシケン役として、新国劇で大友の先輩にあたる大河内伝次郎が出演している。左ンをしたう串巻きを不役では、大河内と共演した伏見直江が評判が高く、ダントクマロと共演した原熊子は、1937年に女左禅、巻きのトーキーも演じた。 鈴川玄十郎の巻連載時の挿絵の小田富也は、歌川国吉から続く歌川派の日本画家だったが、1922年、大正11年頃に大阪長方で時代小説の挿絵を描いたことから、挿絵画家の仕事を始め、次第に人気を得ていた。連載当初は、本文中での左前の着物は、裾に女物の下着がちらちらするとしかなかったため、 グレーの着物で描いていたが、連載が進むと、黒襟をかけた白紋付けの着流しという実際にはない衣装を考案し、人気に拍車をかけた。さらに六角形の中に王線を二本引いた一つ、独楽という門も織田が創作。不妨も、この差し絵に合わせて、本文を書いた。織田は連載中に、左前が昼寝をしている絵で、うっかり両手を描いてしまい、当初が殺到したことがある。 ただし、不毛も、あっという間に草始好きと書いてしまって、これも、当初の山となった。1933年からの連載では、志村達美が挿絵を描いたが、これは、おさらぎ次郎、荒野の家の挿絵を不毛が見たことによる。志村は、ドクロのような男という文中の形容から、門所を一つ、独楽からされ神戸に変更し、これも不毛は小説に取り入れた。また映画では、 右腕のない左前が刀を抜きやすいように右に刀を刺していることが多いが、志村は剣豪であるので刀は左に刺して描いた。この毎日新聞の連載が打ち切られて、その続きの連載では、読売新聞で、志村、名古屋新聞では小田が刺し絵を担当した。1938年からの川口松太郎、新編、丹疑左前の読売新聞有刊での連載では、 岩田千太郎が描いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。